これで合ってんのかな。カオイエン行くのかな。すごっ。あ、めっちゃ選挙の人が乗ってる。あ、ソーリー。今からタオイエンに行きます。めっちゃ選挙の人が乗ってる。あし、明後日が選挙みたいです。下车了，注意安全，小心。各位乘客，拜拜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 ，番町、番町に着きました。すごい、めっちゃ選挙の人が多くて、もう選挙 の台湾の帽子とかかぶってる人とか、旗とか持ってる人とか、いや、すごい。しかもみんなその帰省、選挙のために帰省するっていう、うわ、すごい。日本では見られないですよ、この国旗着てる人とかがめっちゃいて、もうみんなすごい選挙のための規制ってやつですね。すごい。これ今台北から今南部に行く電車なんですけど、みんな選挙の、みんなではないけど、ほとんどの人が選挙のために規制してる感じです。いや、すごいな。これはなかなか日本では見られない状況ですね。すごい選挙規制。今日は今木曜日の夜ですね。10時50分ぐらいですけど、すごい、すごかった。バンチャオに着いた時すごかったです。それでは
こっちは台北行きの、バンチャオから台北行きの電車に、あ、こっちは空いてる。こっちは全然違いますね。谢谢。ここからはどっち行けばいいんだろう。こっからの行き方がよくわからんけど、あそこにあるわ。桃園、エアポート MRT ってやつ。じいちゃんジェイユン、あそこに行きます。じいちゃんジェイユン、エアポート MRT、これですね。では行きたいと思います。いや、ありがたい。助けてもらった。台北駅って書いてある。ファンベイ駅に行くの？最終がファンベイ駅か。ああ、なるほど。終点はあの A21 のファンベイ駅で、僕らあの空港は途中の A13 とかで降りる。普通に今乗ってるので気をつけないと通り過ぎちゃう。エクスプレスだったら、桃園空港で泊まるけど、これ気をつけないと、普通に乗った人は A11、12か13で降りないとやばい。今着きました。空港第一ターミナル。第一ターミナルに着きました。ここで合ってるはず。こっからタイガーやらない？タイガーや、タイガー。タイガーを5番クスクロー。ファーストラム。あ、ですか。ターミナル1到着しました。これタッチで行けるはずです。お、携帯でもあれでも行けるんだ。イエーイ、シェシェ。これあの学生のやつでなんかもらって無料で2回乗れるやつ。1月15日までに使わなくちゃいけなかったんですけど使い切りました。イエーイ。そして今からタオユエンの一番に行きます。